油を1センチ程度、この目安は菜箸を入れた時に小さな泡が連続して出るくらいが目安です。ではかぼちゃを素揚げします。 炒めます。炒め油を敷きます。酒大さじ1を入れます。全体に火が通ったら砂糖小さじ2、 醤油小さじ2 入れます。調味料を入れて少し煮ます。青ネギと揚げたかぼちゃを入れます。